この保管庫の鍵はそう簡単に複製できないはず。今鍵はどこに？神楽の手に。星が沈む。どうやらまだ懲りていなかったようね。彼が神楽から鍵を無理やり？というより言葉巧みに神楽を取り込んだのでしょう。そういう手口に長ける男です。これは私たちへの宣戦布告よ。どうするの、六代目。このことを知っている者は？まだ、私と側近だけよ。では、観光令を。忍び方の七人衆は霧隠れの象徴。それを語る者たちが、里に弓を引くのなら、切り捨てるのが、我らの使命です。それは、神楽も含めて、ということかしら。渦巻きボルト、なぜ君たちはここに？あなた、まさかシズマたちに？カグラは悪くねえ。シズマってやつに弱みを握られてるだけなんだ。あいつはきっと俺を助けるためについていったんだってばさ。だとしても君たちの関わることではありません。これは霧隠れの問題。理由はどうあれ、カグラは里に背いたことになります。彼らは再びここをちぎりの里に戻そうとしているわ。彼らって、神楽も一緒だと思ってんのか？やりたくてやってんじゃねえよ。おっちゃんが一番分かってんだろ。ボルト君、君の優しさは嬉しい。しかし神楽も忍び、掟を破れば忍びとして罰せねばなりません。忍びとして？本当は神楽を殺したくなんかないんでしょ？誰かを犠牲にして里を守るのが水影なの？少なくとも私が目指すおかげはそんなんじゃない。分かってほしいとは言いません。ただ今はこれしか。要するにこれが反乱じゃなきゃいいんだな。ボルト君、あいつらは新七人衆なんかじゃなくて、ただの不良。カグラと俺は、喧嘩に巻き込まれただけ。ボルト、あんた何を？だから、これから俺たちが仕返しに行ってくる。何も知らねえガキ同士の喧嘩だ。なるほど。ただの喧嘩ね。そういうこと。それがあんたの考えってわけ。でも今夜10時には天候があるでしょ。戻らなきゃ先生に。大丈夫だって。それまでに型をつけるってばさ。考えたものね。でも私たちがそれを承知するとでも。いてててててて、あいつらにやられた傷だ。こんなボロボロで帰ったら父ちゃんが黙ってねえよ。いいのかな、外交問題ってやつになっても。あんたね、大した玉だわ、坊や。ということだけど、どうなの、長寿。一つだけ条件があります。
僕も君たちに同行させてもらいます。水影様が？水影としてではありません。ただの修学旅行の引率です。へへ、そう怖くちゃ。ただし、ことを収めておける時間は限られています。もし過ぎれば。大丈夫だ、そんなことさせないってばさ。彼らの居場所はこちらで調べておきます。今のうちに必要なことを済ませてくれといい。さっき長寿郎のおっちゃん。長寿郎、あの子の未来を守ってあげて。見つかるとして。はい。あんたが七代目の名前を使うとは思わなかった。死ぬほど嫌に決まってんの。けど友達を助けられねえのもっと嫌だ。忍び刀に神楽も手に入った。これでやっと始められるわね。俺たちがこのぬるい里の何もかも食らい尽くしてやるのさ。このサメ肌のようにな。いいじゃない、私も他の連中もこんな里には飽き飽きしてるんだ。あんたについてくよ。同じ志の仲間と共に戦いの中で生きる。父様もそういう生き方を貫いて、そして死んでいった。そうだ。俺たちはこの時代を忍びとして生きていくんだ。俺はやはり静馬さんには逆らえない。昔の恩やあの刀傷を刻んだという引け目だけじゃない。俺を受け入れてくれるのはあの人だけなんだ。俺と、もし再び俺の前に現れれば、その時は君といえども過去は変えられない。俺の宿命もゲームのようにはいかないんだ。刀が重い。俺にはこれを振るう資格などないのかもしれない。ボルト君、朝から見かけないけどどこ行っちゃったんだろう。それと神楽のやつもいね。え、ああ、言われてみれば。ちょいと風に当たってくるわ。どうしたんだろう。電気、ん、ボルト君。俺とサラダは修学旅行委員のお勤めってやつを果たしてくるぜ。楽しい修学旅行を守り通さねえといけねえからな。え、どういうこと。ま、いろいろとな。だから天候までに帰ってこなかったらうまくいっといてほしいんだ。じゃ、頼りにしてるぜ。あ、ちょっと。今のどう思う。まあ怪しいよな。まためんどくせえことに首突っ込んでんじゃねえか。前の時みたいな置いてけぼりはなしだよね。ボルトのやつ、神楽のことは任せろって言ってたけどよ、ま、マジで大丈夫なのかよ。おい、今面白い名前を口にしたよな。ずっと監視してたのはやっぱりあなただったんだね、水月。ボルトを助けに行くつもりならやめときな。あの人がこれ以上この件に介入するなってさ。どうしてだい。知らないよ。ただお前と僕たちとのつながりが霧隠れに知られると面倒なことになるからね。そんな顔するなよ。僕だって久々に故郷の土を踏める任務だと思ったらこれだもんな。なんであんな連中が新七人衆を名乗ってんだが。って、戦争を経験してもいないガキどもが。へえ、水月は彼らのこと嫌いなの。じゃあ教えてくれてもいいんじゃない。え、教えるって何をだよ。水月がわざわざ来てるってことは調べてるんでしょ。彼らの泣きどころになるような情報をさ。お前、介入するなって言ったばかりだろ。あの人のことだから僕の勝手な行動くらい
織り込み済みだと思うよ。そうやって命令聞かないから僕がマークしてんだよ。ボルトを追っては見たものの、まずいとこに出くわしちまったかな。どうする？ひとまずここは。はい、そこまで。動いたら殺すからね。で、何をしてるのかな。悪ふざけはその辺にしといてよ。友達なんだ。知ってるよ。ちょっとからかっただけだよ。ねえ。君たちもそんな顔するんだね。お前な。そうだ。多勢に無勢で尋問されたってことにすれば、言い訳は立つんじゃないかな。しつこいぞ、美月。まあいいや。僕の代わりにシズマを潰してくれるんならさ。そっか。本当に嫌いだったんだ。ありがとう。二人のおかげでボルトを助けてあげられそうだ。何なんだ、これは。要するに、修学旅行を隠れ蓑に、大人たちの思惑が動いてたってことでしょ。この五体操な慰霊碑は、今の里が押し込めてきた過去の象徴だ。お前もそう思わないか、カグラ。シズマさん、あなたが、ここに眠ることもできず、忘れ去られた者たちのために戦うというのなら、俺はそれに従います。心強いぜ、カグラ。さて、新七人衆、まずはここから、革命の狼煙を上げるとするか。やめろってばさ、罰当たりやろ。ボルト、来てしまったのか。ほかげの息子がここまでバカとは恐れいるな。懲りずに死にに来たのか。ああ、バカだからな。ただの喧嘩をしに来たんだよ。喧嘩だって。彼の言う通りですよ。水影だと。一人か。舐められたもんだな。あんた一人で俺たちの相手をしてくれんのか。ええ、ボルト君の言う通り、これは子供同士の小さないさかい。たまたま居合わせた僕が止めに入るだけです。バカにして。シズマ、これは水影の首を取るまたとない機会。そうだな、やるか。公務結界。これってハチヤのと同じ。あんなおままごとと一緒にしてもらっちゃ困るな。下がって。妖刀縫い針は全てをつなぎ止めます。初十郎のおっちゃん。爆闘しぶきは大地すら分断する。一人ずつ確実に餌食となってもらう。クソ、どこだ。拍子抜けだぜ。ガキどもは足手まといなだけじゃねえか。そうでしょうか。あなたたちよりよほど忍びとしての将来が楽しみですよ。結構落ちちゃったな。早く戻らないと。上のボンボンより手応えありそうじゃない。あんたみたいなガキに邪魔はさせないよ。あんたの手には今ひらめかれえわね。忍び刀三本でかかれば打ち取れますわ。うぅ、ずいぶんと僕に恨みがあるようですね。当然よ。あんたはこの里に何をしてくれた。他里の客にこびるチャラついた観光地、ヘドが出るぜ。私たちは忍び、親から受け継いだ術を何のために使えばいい。
忍び刀も宝の持ち腐れというものですわ。たがシズマは違うぜ。里と一緒に腐っていくだけだった俺たちに居場所をくれた革命だ。肉が引き裂かれるこの感触、糸から伝わってきますわ。確かに君たちの不満にも一理あります。その歪みを消しきれなかったのは水影としての僕の落ち度でしょうね。そうかよ、ならおとなしく死んで償ってもらおうか。あの慰霊碑の前でな。知らねえとは言わせねえぜ。戦没者を祀るこの場所に並んで眠ることを許されなかった連中がいることをな。四代目矢倉様とその一党、忌まわしき過去の亡霊として彼らの存在はなかったものにされた。俺らはあんたたちが忘れようとしてきた連中の代表なんだよ。そのような者たちの不満を束ねてクーデターを起こすことがシズマの狙いというわけですか。そうさ、シズマはあんたとは違う。俺らの怒りを分かってくれたんだからな。そしてカグラの今や七人衆の仲間ですわ。それはどうですかね。カグラには別の生き方があるかもしれませんよ。何を今さら。あいつはもうシズマの隣でしか生きられねえよ。彼を心配している余裕などあるとでも。今から私たちに撃たれるあなたが。うわまったく、言葉にかまけてすぐにとどめを刺さぬとは、あの三人にも困ったものだ。とはいえ、長きにわたる不満を思えばやむなしか。だが、火星がいつ来るかわからんぞ。遊びすぎるなよ、シズマ。どこだ？カグラ！僕は走り続ける。